おはようございます。おはようございます。はい、今私たちは北六甲カントリークラブに来ています。はい、そして今日ゲストに出ていただけるのが中山プロです。今日は ECC レディース応援企画ということで、7月4、5、6で行われる ECC レディースゴルフトーナメントですね、練習ラウンドということで、はい、中山プロにと一緒にラウンドしていきたいと思います。今日はなんとですね、大会仕様っていうのをですね使わせていただけることになりましたので、はい、本番当日と同じようにですね、はい、どんな感じでラウンドしていくのか、はい、教えていただきながら楽しんでいけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい上げてますよね。上げてますね。でパー5、547、うん、これ長め、長めです。長めですか。こういうアゲインストの時どうやって打ってるんですか。アゲインストの時は結構スイングが速くなりがちなので、もういつもと同じリズム。このパー5はどこがポイントですか。ドッグレッグになっていってますよ。ティーショットはできるだけ右サイドに打っていただいて、でセカンドを左側に打っていただければ、こうこうこう、はい、そうです。もうそんな簡単に打てるかどうか分かりませんがやってみたいと思います。ではお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ここでプロはお辞儀してますから、こっちで最後ね。去年はココロちゃん、はい、モデルのココロちゃんが、はい、ここに来て、はい、ラウンドしてたんですけど、はい、もう足が疲れるからカートに乗ってねみたいな言ってたんですけど、はい、朝から歩いちゃってますね。ちょっとまだ元気なうちに歩いてる。そうですよね。この芝の感じは、はい、やっぱり歩くとコースの形状が分かるので、なるほど、はい、やっぱりカートに乗ってしまうと、はい、横からしか見ないじゃないですか。はいはいはい、ここに打ってきてボールとグリーンとぐらいしか見ないんですけど、こう歩いていってるとパッて後ろ見たらティーグラウンドの方向がどっち向いてるとか、そういうのが見えたり。へー、はい、あ、ここはこっち向いてたからちょっと気をつけてたなとか、はいはい、結構メモとかするんですか。メモとか、はい、します。矢印ブックに注意しないといけないとか。なんか気にしすぎちゃいそうですけどね。なんか90年、はい、90年ってことは28歳になりましたです。おもうね、私は保温です。
汗が綺麗じゃないですか。嬉しいです飛ぶし嬉しいです。日々ちょうど変えまくってはいるんですけど、自分ですごい今日もプロのスイングを見ていいところは盗んじゃいます。抜けた。そっちに曲がる。そっちに。ナイス。イエーイ。中山プロ。はい。カンペによりますと、はい、兵庫県出身の、はい、坂田塾出身って書いてあるんですけど。はい。坂田塾は、はい、男子プロの坂田信弘プロがいるんですけど。はい、その方が開塾した全てボランティアで、もうただでゴルフを教えていただける、うん、すごい英才教育、超スパルタなんですけど、うん、もう全てボランティアでやってくださってるゴルフ塾です、うん、スパルタってどんな感じなんですか。もうまず挨拶できないやつ、うん、もう出てこいみたいなはいみたいな感じです、はい、ですごく上下関係厳しくて、うん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 、で後輩ができてなかったらもう先輩が怒られる、うん、でも誰かが何かしてしまったら連帯責任でもう休塾っていう、あもうならではの、はい、こう昔の、そうですね、今じゃあんまな、今じゃ、ね、うん、ない感じですけど、ゴルフ場のやっぱ使わせていただいてるんで、はい、練習場の掃除をしたりとか、あとはもう毎日英語か、はいはい、漢字の書き取りを1日1ページしないといけないとか、もう勉強もしなさいっておっしゃって、はい、両立でただゴルフやってればいいとか、はい、そういうんじゃなくて、もう誰からも何も言われないようにしろって感じですかね、さすがですね。だからこんな素敵な、ありがとうございます、うん、お話ししやすいというか そうです。でもすごくありがたい環境ですね、うん、はい、今もそこで、いやそこは小学校3年生から高校卒業するまでしか、はい、入れなくて、うん、高校卒業と同時に卒塾っていう形 で、うん、でみんな、はいはい、離れていくっていう、うん、下って登ります。ティーショットの落ちるところまではちょっと下ってるんですけど、グリーンに向けて上がってます。はい。ティーショットが結構ポイントになります。ですか。はい。すごいナイスショットです。
ECC レディースゴルフトーナメント来場の見どころをちょっと紹介したいと思います。まずですね、チャリティーフォトっていうのがあります。朝受付で好きな選手と写真撮りたいと応募するとですね、ラウンド終了後にプロと一緒に写真を撮ることができるそうですので、皆さん応募してみてください。抽選です。次にですね、 ECC コーナーというのがございます。楽しいイベントや ECC 関連グッズの展示などを予定しています。次はですね、ご当地グルメフェアというものがあります。全国の美味しいものがですね、勢ぞろいしているそうなので、ぜひね、食べれるのかな、食べられると思うのでぜひ食べてみてください。あとですね、ギャラリー抽選会っていうのがありまして、豪華な商品が毎日当たるみたいなので、参加してください、来てください。はい、それからですね、当日券ご入場の方、大会オリジナル記念キャップが300名様にね、毎日当たります毎日当たりますめっちゃおもろい毎日当たります見どころたくさんございますので、ぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。